ここは霞ヶ浦だね。確か。この近くはね、青梅でも珍しい水田が広がってんだよ。まあそこに水を供給してるっていう感じかな。ネスアルで来てみました。藤の木橋のたもとですね。まあちょっと今日はね、友人と会うために早朝から名栗湖有馬ダムに出かけたんでね、でこんな朝早くから来ています。やっぱりあったかいとね、フロントタイヤのグリップがすごく濃厚に感じられるね。安心して走れたね。アルファ13はやっぱりいいよ。まあ後ろ相変わらずアルファ12を履いてんだけどね、まあマッチングはまあまあいいと思います。まあそういうことで、向こう側はいつもの富士橋城、富士橋砦ですね。